今までなんか入れるのが難しいと思われてたマテ茶とかハイビスカス、ビスカスがこれ水で出せるという。そうですね。で、年々やっぱり日本の夏暑くなってますので、暑い時にお湯を沸かすっていうのが皆さんこう避けられるようになってきたのと、ここ数年でマイボトルがものすごくこう人気が出てきましたので、 500ml サイズのマイボトルにこれ1個入れてお水を入れていただければ、オフィスに着いた頃とかにはもう飲めるような仕上がりになってます。で、今年はやっぱりすごく暑くなるっていうこともあって、汗をかいた後のクエン酸補給にはハイビスカス、非常に天然のクエン酸が入ってますの で、またマテの方は代謝を上げてくれますので、疲れた時ですとか、お酒を飲んじゃった後なんかには二日酔いしないので、非常に効果的です。ダイエットされてる方なんかは代謝上げてくれますので、すごくこう汗が出たりとか、コーヒーって飲むと体を冷やすんですよ、はい、で私冬の間はコーヒーに半分マテを入れて朝飲んでくるんですね。あ、そうなの。そうするとコーヒーだけだとオフィス着くまでにちょっと寒いんですけれども、マテ入れるとまあ暖かく済ませますので。あ、そういうコーヒーとマテを使った方法っていうのもあるんですね。ブラックマテはこれブラジル産なので、はい、非常にコーヒーと感じが似てるんですね。なのでコーヒーと半々に割っていただいたりしても美味しく召し上がれますので、お肉料理にすごく合いますので、はい、もうステーキ肉にマテそのままかけて焼いたものをお出汁になってたり。あ、そういう応用方法もあるんですね、はい、南米現地の方たちは葉っぱそのものを摂取されちゃいますので、本当はマテも葉っぱを取った方がより栄養素としては吸収できるんですが、それもあるので、お肉にも衣のようにまぶしてしまって食べていただくとか、もう料理の材料として使えてしまうんですね。南米の方って本当にお肉料理とかトウモロコシ、炭水化物とお肉がほとんどで、野菜とほとんど召し上がらないんですね。それでもマテをずっと飲んでるので、ビタミンだったり食物繊維だったりっていうのを代理で補給できると言われてますし、一般の方がやっぱりアスリートの方は常に南米のサッカーアスリートの方マテをずっと飲まれてますので、日本に来た時に困るっていうことで大使館さんから頼まれてお持ちしたんです。あ、そういうことなんですね。今までマテというとすごい難しいというイメージがありましたけど、これですと水出しで簡単ですよね。簡単ですね。もう本当にこういったティーパックになってますので、本当にペットボトル、例えばマイボトルに1個入れてお水入れていただければ飲めますから。もう麦茶、ウーロン茶と同じような感じで、はい、マテ茶も、はい、ハイビスカスも出せるわけですよね、はい、簡単に。ティーブティックのブランドでお出ししますので、はい、あ、ティーブティックのブランドですね、はい、このブランドですね、はい、そうです、はい、